武者修行ということで、はい、巣鴨にやってまいりましたけれども、なぜここに来たかと言いますと、本当に好きなので、もっともっとね、こう、うまくなりたい。やっぱりね、いろんな世代に刺さりたい。そうだね、ということで、今回巣鴨の、おじいちゃんをちょっと大喜利を学ぼうと。人生経験豊富だから、はい、もすごい広いと思う。そう、ちょっとこちらがお題を出しまして、はい、答えていただきます。頑張ります。割と朝の人多いですね。ねえ、朝早いね、動き出すの、今10時過ぎですけど、お店やってないとこも多いじゃないですか、10時とかだと。やってないよ。やってるのよ。やってんのよ。コロッケさんがコロッケ屋さんやってんの、へー、やば、めちゃめちゃ面白いじゃん。あ、サインがある。しかも最近だ。2022年の6月4日に。モンロー、この時の顔を人形にするんだ。めちゃくちゃ面白いよ。すごいね。すごい。大喜利ですから。大喜利だ。待ちぶらしてた。相手のお母さん。すごい。お母さん、ちょっと。こんにちは。こんにちは。あ、ちょっとだけお時間よろしいですか。ありがとうございます。巣鴨にまつわる都市伝説を教えてください。ありがとうございます。ありがとうございました。巣鴨の都市伝説とは、100人に1人100歳の人がいる。誰が答えろって言ったのよ。今の感じで使えないなって思ったでしょ。思った。ああいうこう余裕ね。そうそうそう、うん、自分のエピソードなのか、答えなのか分からないぐらいです。うん、でも真摯に答えてくれる、うん、すごい品のあるお母さんですね。あ、お帽子屋さん。いいですね。こんにちは。こんにちは。ご存知で。知ってる。あ、よく出てるけど。嬉しい。伊勢門と申します。ねえ、今日は。今日、伊勢門の YouTube の撮影させてもらってるんですけど、すごい人気があるから。わ、嬉しい。ありがとうございます。もうよく出てるから。うん、長いんですか。90年やってる。90年、すごい。すごいでしょ。おしゃれをね、支えてるんですね。本当、遥かに似合う帽子なんてあります？あるわよ。いいですか、今探してもらって。こういうのいいじゃん。あ、これこれこれ、もう一押しの日だ。あ、ちょっとかぶってみて。ずっとかぶって、これをね、こう。あ、いいじゃない。似合ってる。なんかそう、すっぽりかぶれるって多いですね。だいたい帽子ってすっぽりかぶれますけどね。すっぽりかぶれる。ああ、いい、おしゃれ。だからほら、日よけになるじゃない。そういうのはね。あんなに似合うのは私があります。私なんてあります。似合うのは、はい、くれないんだ。ここ周りですごい、私たち。髪の毛ごめん、くしゃくしゃになっちゃう。いいんです、いいんです。いいでしょ。いい。どうです。めちゃくちゃいいじゃん。素敵だよね。素敵です。いいじゃん。どうです。なんかゴルフ場とかにいそうな。キャディーさんじゃない。お母さんなりの答えを出していただきたいんですけど、BTS って何の略？
歌手でしょ。お有名な歌手。お好きなんだけど、そのあれは分かんない。でもそれ、なんだろうなってちょっと、予想でいいですね。予想で今ちょっと休養してるでしょ。そうですね、すごい詳しい詳しい、大好きですね。はるかさんはすごいでしょう。ビーバツ？ちょっと言わないでおかしい。恥ずかしい。書いてるの。読み上げないでおかしい。できました。じゃあ先にいいですか？先に出しますね、はるかさん。BTS って何の略？バストイレ塩蔵。すごい。間取り？塩蔵。さあ、じゃあお母さん聞いてみましょう。BTS って何の略？BTS は B はバスト、はい、T はティーチャー、うん、SOS 助けてーす。おもろおもろ、おもろ、お母さん、バストティーチャー助けてSOS おもろ、思い出せない。でもハンサムグループっていうのは分かってる。素晴らしい答えいただきました。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。とんでもないです。こんにちは。あら、どう？こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ハリセンボンと申します。ハリさんがテレビでよく、ほら芸人のハリセンボン知ってる？ハリセンボン知らないよ。もっと頑張るの。今から私が出すですね、お題に答えていただきたいんですけども、はい、優しくね、優しいやつです。あの、自分なりの答えでいいですから、はい。おじいちゃんだらけの運動会、どんなハプニングが起こる？なんだろうね、おじいちゃんだけだとね、うん、そうですよね、うん、じゃあ、はい、順番にいきますね。おじいちゃんだらけの運動会、どんなハプニングが起きる？騎馬戦で相手の入れ歯を取っちゃう。びっくりですよね。じゃあ、お母さんが何て書かれたかいきますね、うん、おじいちゃんだらけの運動会、どんなハプニングが起こる？疲れる。シンプル。シンプルですね。ごめんなさい。いいんです。こんなね、ごちゃごちゃ考えることないんです。この4文字でこんな受けるんだ。そうよ。この4文字の破壊力。おじいちゃんだらけの運動会、何が起こる？疲れる。そりゃそうなんです。そこ言わないし。そうよ。まずそこなのよ。先言ってんだ。何をね、飛ばした答えを言ってんだ。お上手ね。何を持ってきか。ちゃんとお孫さん、これ勉強になるわ。何をごちゃごちゃ考えてんだと。本当よ、あん中にちっちゃい字で書くところも疲れてる感じが出てるよね。本当だ。あ、本当だ。ありがとうございます。今ですね、ちょっと撮影をしてまして、ありがとうございます。大喜利って、あの商店とかで、はいはい、あ、それをですね、ちょっとこのはるかと一緒にやっていただきたいんですけど、はい、よろしいですか？できるかどうか。いいですか、ここで撮影して。すみません、お邪魔します。第いきます、はい。桃太郎に登場予定だった幻のお供とは？幻でしょ、はい、じゃあいないってことだよね、実際はね。そうです。でも犬、猿、キジの他に、もう一匹実はいたんです。何だと思いますか？答えをこういうふうに書いていただきたいんですけど、じゃあはるかさん答えます。桃太郎に登場予定だった幻のお供とは？シャンシャン。パンダ。ああ。それをね、喜ぶよね。優しい。ね。ね、やっぱ助けならないかもわかんないけど、喜ぶね。喜びますね。いきますよ。
桃太郎にいた幻のお供とは。犬。ワンワン。もう犬はいるんです。あ、犬もう犬はそこに犬2匹目あれいたんだっけ、ね、2匹目の犬新しい犬が増えました。完全にシャンシャンにちょっと引っ張られて、そう、かぶせてかぶせだワンワンの方から思い出しちゃった。ワンワンの方思い出してそれで犬だ。ちょっと待って、お父さんかぶせという技を、ね、犬いるの忘れちゃったんだね。忘れちゃった。まず思い出しますけどね、犬猿キジ。もう一匹ね、あと縦に描くのがいいじゃん。いい今の時代 TikTok とかもね、YouTube のショート動画とかも縦なんだ、ね、意識しないと、ね、そう、スマホに合わせなきゃ。本当学ばせていただきました。お父さんありがとうございます、ありがとうございます。最高です、最高です。全然あれだね、もっとあのさ、テレビだと太って見ちゃうね全然違うじゃん。そうですよね。さすがもでいろんな方に大喜利していただきましたけども、はい、今日学んだことはお力不足を感じました。あやっぱ素晴らしいね、うん、やっぱご年配の方は頭が柔軟で、柔軟、大喜利ってこれだって凝り固まってたけど、うん、柔らかくしましょう。そうだね、うん、今日聞いた方が大喜利始めたら、はい、とんでもないもんね。いやいや、本当よ本当よ、うん、怖いよ。いや、学びました、ありがとうございました。次があなたの街かもしれない。